皆さんこんにちは。今回もスプラックスのプレイングサッカーシャッフルモードですね。はい、世界中の選手からランダムに選抜して世界にたった一つだけのチームを作る。やるたびに完全に新しいチームが出来上がります。はい、金崎ムー、カルロス・モラレスみたいなメキシコの、オフェンシブミッドフィルダー的な選手ですね。フットワークと、ドリブル、カウンター動き出しと、はい、非常にね優れた能力持ってますね。足元のうまさに加えて、まあでもスピードはねあまりないですね。ただディフェンス能力も悪くないということで、かなり有望な選手ですね。あ、強いですね。スイスの、はい、選手ですね。ウィングスピードが非常にあると、はい、これがね、まあ、ウィング的な能力ですね。はい、で、マルキジオ、イタリアの選手ですね。センターミッドフィールダーと、タッチドリブル、まあ、全般的なうまさを備えていると。で、コスタリカの選手、ディフェンシブミッドフィールダーですね。で、チリのセンターミッドフィールダー、イングランドのセンターバックですね。アルジェリアの選手、柴崎岳がいますね。で、ロシアの選手、柴崎ね、はい、ボールタッチ、ロングフィード能力、あとカウンター能力ですね。ディフェンスとブロックはいまいちと、あとまあジャンプ力もあまりないという感じですけど、全般的にね能力高いですね。ミッドフィルダーとしてはかなり理想的な能力配置になってると思います。難しいですね、でも、ここ真ん中柴崎にしてみようかな。はい、で、シレッセン、オランダのキーパーが入ってます。で、控えがイタリアのセンターバックの選手ですね。で、ディバラですね。アルゼンチンの若きファンタジスタと。カゼミロは強い。太田大輔。はい、カゼミロ。カゼミロどうしようかな。いや、金崎。カゼミロ。はい、フォワード誰かできるのかな。この人か、あるいはディバラを押し上げる。ディバラはストライカーとしても十分な能力を持ってます。金崎使うか。うん、このね、コスタリカの選手ね、技術があまりないですね。はい。金崎入れて。これでどうなるかですね。この人真ん中できますね、でも。でもスピードある、あ、ないのか。うん。で、ディバラ、そうですね。今回ディバラね、攻撃に特化してもらって、金崎シャドウでつけるかつけないかみたいな話になってきますね。いやー、そうか、押し上げる選手がいないのでも、あ、この人か。はい、これで見ますか。ちょっと柴崎と真ん中外れちゃいましたけど、あ、違うわ、カズミの真ん中だ。そうですね、はい、これで大丈夫でしょうね。左はこのディファラが大きなポイントになるかと思います。一回ね、これで行ってみたいと、ディファラ、まあ、カズミの真ん中、柴崎がここの脇固めると、はい、かなりね、硬い。マルキジョがね、そして重要なポジションね、になってますね。でもな、本当は横をやらせたいけど、まあ、いっか。はい。はい、チリが相手です。はい、柴崎からちょっとロングフィード飛ばしてみますか。いやー、それはね、ダメですね。はい、ビダルの正面に蹴ったら当然ね、カットされますね。はい、チリはビダル、アレックス・サンチェスと強い選手ね、多いですね。はい。金崎がポストで、ディバラに当てるとガリーメデルにカットされると。うん。はい。柴崎からディバラと。サイル使いますか、どうせなら。うわぁ、ヘディング、競り勝った。誰だ、これ。あ、金崎ですね。金崎の見事なヘディングが。これもうサイドに使いたいんですけど。いや、ここしかいない。いや、遠いですね。そうか。ディバラね、ヘディングできないんで、できないというか、苦手なんで。で、金崎もヘディングは持ってない選手なんで、グランダでね、細かくパスで崩すしかないですね。これはいったでしょ。はい、一瞬のかわしでね、スイスのこの人、非常にね、スピードもあって、いいですね。はい、カルロス・モラレスが当たりに行きます。うん。はい、柴崎がバート。いやー、ビダル引っ掛けてるな。そうか。ビダルのところね、難しいですね、やっぱり。はい、ディバラのスペースに出して、ガリーメデルがね、見事な対応ですね。今完全にね、ガリーメデルいなければ1点でしたね。はい、柴崎からディバラと。はい、金崎のシュートはキーパーのキャッチに合うと。なるほどね。はい、また柴崎が行きます。ちょっと柴崎の出番がだいぶ多いですね。はい。前に落として、ディバラのシュートで1点ですね。
はい、このプレス、どうしようかな。はい、イタリアの、サイドミッドフィルダーの人が行きます。ガリー・メデル。頼む、これ取って、はい。今のね、取らないと危ないですね。ディバラ当ててサイド展開で、ガリー・メデル、だいぶね、振り回してますね。ディバラ、はい。はい、ディバラね、すごいですね。ポジショニングが、ハーフスペースにね、ぴっちり取って、完全にフリーでしたね。はい、ディバラが奪って、カウンターは入らないと 3-0 ですね。これ逆の方がいいですね。ここにビダルがいるんで、ビダル側しのフォーメーション。ちょっとこんな感じにします。ちょっと左がね、機能しなくなるかもしれないですね、でも。はい、プレッシング。いや、マルキジオ、頼む。はい。はい、なんとか奪って、ちょっと一回クリアで逃げます。ビダル、いやー、それは怖い。いやー、1点ですね。はい。今ちょっとね、クリアが悪いですね。まあ、そもそも下げる必要はないのか。はい。ガリー・メデルのヘディングで1失点ですね。うん。そうですね。下げる必要ないですね、今のとこ。はい。ディバラ、経由して。この人、スピードがあってね。うわー、スペースがひどい。はい。今ね、ほぼ1点の形ですね。ブラーバのね、ナイスセービングで。はい。当てて、防がれると。やっぱりね、チリ、非常にね、ディフェンスが、組織守備の力が持ってますね。はい。わー、金崎に落として1点の形ですけど。はい、マルキジョが追いかけます。いやー、ここ早いですね。アレクシス・サンチェス、要注意ですね。はい、サンチェスがね、一番怖いところですけどね。ここでもうちょっと崩したいですね、ちゃんと。ちょっとスピードサッカーになってますね、でも。うん、はい、ちょっとね、パスが曖昧かな。はい、ロングシュートは外れると。はい、マルキジョが行きます。はい、これはカットして、金崎つないで、ディバラと。ここね、難しいですね。はい、ディバラシュート打っちゃいますね。はい、ファー狙って、これフリーですね。わー、今触れば。1点。はい、ディバラのシュートで1点ですね。ちょっと今、ガリー・メデルがね、だいぶ、迂闊なね、ビルドアップしましたね。はい、金崎がプレッシングに行きます。カルロス・モラ。うん、カズミロが行きます。はい、柴崎奪って、金崎と。あ、今のね、柔らかいボールタッチですね。はい、ガリー・メデル、かわしますね、これで。いやー、ビダル来ちゃった。はい、苦しい。いやー、苦しいながらも、中央にね、絶妙なパスを放り込んでいってんですね。やっぱりね、左、右がね、ガリー・メデルとビダルで相当硬いですね。はい、というわけで5対1ということで、ディバラのね、良さが、攻撃面で目立って、ディフェンス面ではね、柴崎が相当に活躍しましたね。特に前半に、ボールカットからの、ロングフィードですね。このね、正確なロングフィード、柴崎の大きな武器ですね。そのままアシストにつながったりとかしてね、はい、非常に有望だと思います。まあ、柴崎がね、まあ、クラブチームで出番があるかないかが大きなね、コンディションに影響するみたいなんで、そこが、一つの、まあ、悩みどころですね。はい。日本代表の中でもかなりの可能性を持った、選手だと思いますね、柴崎は。はい。で、フォーメーション的にね、ディバラセンターフォワードしましたね。ディバラ本当はね、まあ、真ん中ぐらいですか、香川的な使い方ですね。はい。本当はセントファードというよりは、控えめに備えて使いたい選手ですけど、今回ね、人材不足で、セントファード得点ゲッターに、出しましたね。まあ、セントファードでもね、その得点能力遺憾なく発揮して、5点演出ということで非常に良かったと思いますね。金崎もね、だいぶ働いてましたね。今回はまあ、ディバラのサポート役ですけどね、やっぱりストライカーになると、ストライカーというかね、まあ、シャドウ的な動きですね。ポストも、やってたんでね、はい。まあそういうね、パスのつなぎとか、その辺になると、足元のうまさが目立ってね。ただ、得点ゲッターとしては、金崎夢はね、まだちょっと、物足りない感じですね。はい。で、崩しは左も右もやると。まああと、カルロス・モラレス、インサイドハーフに設定しましたね。で、あ、まああとね、ディフェンスの貢献者、マルキジオですね。マルキジオがだいぶ、真ん中で頑張ってくれましたね。はい。一人ね、センターミッドフィルダーあたりに、プレッシングの優れた選手がいると、ディフェンス安定するんでね。だいぶありがたい話ですね。はい。
というわけで、今回はサッカーチリ代表相手に5対1でした。リバーセンターフォワードのね、フォーメーション、かなり機能したと思いますね。前も一回やったと思いますがね。はい。また次回もね、与えられたメンバーでね、まあ、どっかね、むしろ完全にメンバーが揃っちゃうよりも、どこか不足して、創意工夫をね、加えなきゃいけない時ほど、まあ、得られるものが多い気がするんでね。はい、そういう、シャッフルモードをやっていきたいと思います。というわけで今回はこれで失礼します。